あ、後ろから来てる車は横転。え、あ、事故です。救急車。後ほど説明しますが、はい、夜間救急にかかりまして、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは、はい、チョピコ北の暮らしチャンネルのチョピコです。はい、タカさんでございます。はい、今日はね、うん、まあ、いつもの車内ですけど、はい、ちょっと横並びで撮ってて、うん、前回の動画では最後皆さんに、心配をさせてしまうようなあの内容で終わってしまったので、今回の動画ではその事故の内容と今の現状ですね、1ヶ月以上経ってるね、はい、うん、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、はい、ちょっとね、間違ったこと言ってもあれなので、うん、ちょっとメモ見ながらですね、はい、私の方からまずあの何があったかっていうと、交通事故が起こりました、はい、でそのどういう事故対応だったのかっていうのをね、ちょっとご説明したいと思います、はい、でまず日にちなんですけども11月の上旬です、うん、でお昼の1時ぐらいでした、うん、ちょうど琵琶湖をね、まあ、ぐるっと一周して、いろいろ撮影して歩いてるところだったんですね、うん、で前回の映像にもあったように彦根城行ったり、うん、ラコリーナ明太パークも行きました、うん、はい、まあ、そんないろいろ回って撮影をしていて、まあ、回っていたところに、事故に遭いました。ちょうど北岸の方で、これからもいろんなところ行こうと思ってたんですよね、うん、有名 なんか神社とかあったりとか、うん、そこも行こうと思ってたんですけど、その矢先ですね、対向車がはみ出てきて、それで一応正面衝突は回避という形だったんですね、うん、もう相手の車が迫ってきた時は、うん、もう正面衝突避けられないなと思って、うん、一応左側ギリギリまで寄せてクラクション鳴らしたんだけど、もうダメかなと思ったら、相手の車が気づいたみたいで、あのスッと自分の車線に戻ったんですよね、うん、それなので、当たり方としてはこうあの横と横が当たったっていう形で、なりました。で、私も先ほど言ったように左側に車寄せて、フルブレーキでかけて左側に寄せてクラクション鳴らして、で当たった瞬間はもうほとんどあの車停車するちょっと手前ぐらいまでスピードは落とせていて、で車もね、あのそもそもそんなに速くスピードの出る車でもないし、うん、若干上り坂だったのかな、うん、それもあってあまり車もスピードも出してなかった出てなかったっていうのもあって、うん、まあ、減速は割とスムーズにフルブレーキで止まれた感じなんですけども、うん、どうしても当たってしまったと、うん、でもう当たった時はね、うん、どうだった？正面から来たので、このまま真正面で衝突するんだろうと思ったので、うん、あの本当に怖かったです、うんうんうん、でなんか動画編集してて何回もこう、うん、映像を見返してるじゃない、うん、ゾクッとするよね。そうだよね、うん、でまあ、とりあえずあのちょっとねもうダメかと思ったんだけど、なんとか回避できて、うん、で、まあ、命拾いしたっていう感じで、あ、後ろから来てる車は横転。え、警察と救急車。事故です。加害者の人が車から降りて、まあ、やってもうた、うん、やってもうたって言って走り回ってるのを見て、うん、でんと思って車の後ろの方行ったら、うん、あの軽自動車がひっくり返ってたんです。そうですね、横転してたんですよ。あの気づかなかったです、うん、本当に最初全然。でサムネイルの写真にもちょっと載ってたんですけども、うん、載ってると思うんですけど、ちょっと私が見に行ったところ、それがドライブレコーダーで撮影されてたんですよ、ね。うん、さらにあの横転した軽自動車よりも後ろに自衛隊の車がいっぱい来てたんですよね、うん、でその自衛隊の人たちが、
ダッシュでね何人かこう助けに入ってる状態でした。救急車。で、自衛隊の人があの横転した軽自動車にこう、うん、なんていうのかな、あの大丈夫ですかとか声かけてて、うん、それであの出れますかとか言ってるんだけどちょっと出れなそうな感じだったんですよね、うん、中の人が。で私はあのその時車から降りていたんですけども、うん、その時にあのチョピコさんにはあのまず警察に連絡するようにあの、うん、お願いしました。で、警察とその時お話をしてて、なかなかね、うん、うまく説明とかできなかった、うん、まあ初めて走る場所だし、うん、場所も特定ね難しいしね。そうですね。ただあのやっぱり長く喋ってるうちに向こうの方でも GPS で拾ってくださって、うん、あの場所が分かりましたということで、うんうんうん、はい、それで一旦車に戻って、で警察の人と僕からもちょっとお話をして、状況としては後ろに軽自動車が横転してますと、うん、中にあの人がまだ運転席に残ってて自衛隊員の人が助けようとしてますと、でバックドア開けたらベビーカートみたいのがあったので、うん、もしかしたら子供が乗ってるかもしれないですっていうお話をしたんですよね、うん、後になって分かったんですけど、うん、あれベビーカートじゃなくて、うん、あのペット乗せるカートだった、うん、でちょうどあの運転してた方が女性の方 でワンちゃんが1匹いて、うん、それで自衛隊の人に助けてもらって、うん、道路脇であのワンちゃん抱えて座ってたんですよね、うんうん、なのであと、まあ、聞いた話なんですけど後で救急車が来てね、うん、あの自分で歩いてあの救急車乗ってましたよって話は、うん、確か警察の人だったかな聞いたので、うん、まあ、あの少なくとも重傷ではないと、うん、まあ、怪我はどっかかんかしてると思うんで、うん、あれですけどあの大きな怪我にはつながってないかなと思って、まあ、ちょっと安心はしました、うん、私の車もあの相手の車も3台道路を封鎖して止まってる状態だったんで、うん、まあどちら側からも車は通れない状態であの渋滞を起こしちゃってたんですけど、とりあえず私の車は動くので、うん、あのちょっと左側に寄せれるぐらいこうあの路肩の広いところまでちょっと車を動かして、そこに車を止めて、うん、それで、軽自動車、うん、横転した軽自動車とそれから加害車両ですね、うん、あの車 あのレッカーの手配をしてたみたい で、うん、でその後あのレッカーが来て、まあ、道路を片付けてっていうところなんですけど、まあ、それやってる間にですね、うん、駆けつけてくれたあの警察官の方ともお話をしました、うん、それで、横転した軽自動車の中のドライブレコーダー、我が家の車のドライブレコーダーですね、この の、 あのデータを警察にその場で提供して、うん、で警察がその場で確認をして、まあ、SD カードも返してもらって、うん、でまあ、見ましたよということで警察の方とお話をしたんですよね、うん、あの警察官が言ってたのがですね、うん、あのまあ、クラクション鳴らしてブレーキも買って、うん、で道路を路肩に寄せて止まって、うん、あの私の車の動きなんですけど、うん、それについてはあのまあ、しっかりと対応ができていて、もうこれ以上ない対応でしたねっていうことで、あの、まあ、車の動きとしてはあの評価も警察の方からもしていただきました。で、ドラレコの様子もちょっと見ていたと。で、まあ、そういったのがはっきりと客観的に分かりましたっていうこと で、まあ、警察の方ってあの交通事故 あの過失割合とか何対何っていうのは決める権限はまあ、民事的なお話なのでないですけども、うん、まあ、私が見たところはもうあの 10-0 であの加害車両が悪いと、うん、あの私が見てて思いますと。ただまあ私が決めることじゃないんでということで前置きでお話はされてましたけども、うん、あとはあの保険会社とあの、まあ、相手に入ってまあ決めていくことになるとは思いますというお話はされていました、はい、あの加害車両の方とも連絡先を交換したりして、うん、ちょっとあの軽自動車に乗ってた方とはあの全くお話とかできるような時間もなかったですし、うん、まあ、直接うちの車と絡んでっていうことではなかったので、うん、特にあの、まあ、その後どうなったかも含めて、うん、あの今でもわからない状態ではあります、はい、ちょっと心配は心配ですね。そうですね、うん、一応加害者の方にはあの、まあ、うちの車ちょっとキャンピングカーで特殊なので、うん、あの修理期間だとか
あの金額とかもちょっとどうなるか私も見当もつかないので、うん、もしかしたら修理期間とかも相当長くなる可能性もありますので一応念頭に入れておいてくださいということで、うん、まあ、お話はして、で加害者の方からも大変申し訳ございませんでしたということで、うん、謝罪もその場で受けていて、うん、まあ、全責任私が取りますのでそこは理解してくださいということでお話でしたので、うん、分かりましたということでそことその場でお話はしておりました、はい、で、だいたいね1時間半ぐらいかな事故発生から、はい、道路片付けて、じゃあ、警察の方ともね簡単な調書みたいなのを私取られたんですけども、うん、でそれも終わって全部終わってはいじゃあ帰りましょうということでまあ、そこでまあ解散というかね、うん、なったんですけどもとりあえず車が結構壊れてたんだよね、うん、今ちょっ と、正面から車が来てぶつかってしまってこの状態で側面が後ろは何ともない。車ぶつけられてしまいました。はい、高さんは怪我はない。全然大丈夫。チョピコさんも怪我なしということで。うん、ないです。うん、まあね、側面ちょっと、うん、かする感じで当たっちゃった感じなんだけど、うん、その私の乗ってた。私の車の後ろを走ってた車と、うん、正面衝突っぽい形になってしまって、で、なんか運転席の、ね、うん、車を運転してたんだけどそんなに大きな怪我にはなってなさそうな感じではあったんだけども、うん、多少の怪我とかは絶対してると思うぐらいの事故でございました、うん、まあ、うちはちょっと車側面がね、うん、ちょっとうん、ぶつかって割れたぐらいで済んだんですけど、いろんな外側のパーツがブランとぶら下がったような状態になってて、うん、まあ、落としたりしてもちょっと、ね、後続車に迷惑かけたりとかいうのもあるんだけど、まあ、事故も事故なので相手の保険会社の指示を待たないとどこに修理に出していいのかも決められない状態だったので、うん、ね、後で何か言われてもっていうのもあったんで指示待ちっていうことで、はい、とりあえず近くのね道の駅、うん、すぐ近くにあったのでそこで待機をしていたら連絡があって、まあ、お好きな、うん、工場に入れてもらって構いませんよっていうことだったので、うん、じゃあどうしようということで、まあ、札幌のね買ったところの札幌のナッツのね、うん、札幌店の方にもちょっと相談もしつつ、うん、結局ナッツのね名古屋の、うん、ナッツ一宮店ですね、ここに持っていくことにしました。本当はナッツの京都店の方が近かった、若干近かったんですけど、うん、この後ですねフィールドスタイルの撮影をしなきゃならんということで、うん、名古屋方面に近い方がいいだろうということで、うん、一宮店に持っていくことにいたしました、はい、名古屋方面に向けてゆっくり運転をしていきました、うん、はい、でまあここまでがね事故のお話ということで、うん、まあ、その後もいろいろあったんですよね、うん、で、それで、まあ、名古屋近づいてきて、まあ、予約してた RV パークはキャンセルをして、うん、で、まあ、翌朝の10時にナッツに持ってくっていうのもあって車を走らせて、うん、でとりあえずもう暗くなっちゃったところで、うん、ちょっと休憩をしようということで、もう結構夜遅かったので、はい、道の駅で一旦車を止めたんですけども、うん、その前からチョピコさんが体調がおかしいと言って、うん、まあ、車の中で言ってたんですけど、うん、そこでちょっと熱っぽいって言って熱を測ったんだよね、うん、その休憩してる間にね、うん、であの時何度あったんだっけ体温。あの時は38度近く、あ熱ね、うんうん、あったんでね、でそれよりもなんか呼吸が厳しかったんだよ ね、うん、そうですね、なんか呼吸しづらい感じになってて、うん、あこれちょっとまずいなと思って、うん、それで急遽海津市医師会病院っていうところが夜間救急病院になってるということだったんで、もう結構遅かったんで9時過ぎてたのかな、うん、もう夜、うん、でそこに急遽車走らせて、うん、で行って、
PCR 検査も受けて、あとインフルエンザの検査も受けたんだよね。で、結果はどちらも陰性、陰性ということで、うん、まあ、風邪でしょうということで、うん、で、まあ、お薬もらって、うん、それでじゃあゆっくりお家で休んでくださいと言われたんだけど、うんうん、うちが今北海道なので、うん、帰れませんと、うん、で予約してた宿泊場所も急遽キャンセルして、うん、ここまでちょっとたどり着いた状態なんですという話をして、うん、でまあとりあえずでもどっかで安静で安静にいられるところでね、うん、できるところでとは思ってたんだけど、ああじゃあよかったら病院の方がね、よかったら病院の駐車場特別に朝まで行ってくださいと、うん、でその理由としては病院の会計がね、うん、朝8時半から朝病院開くので、その時にもう一回来てもらって、で、うん、医療費の会計を済ませてくださいっていうことだったんですけど、うん、まあ、家帰れませんということ で、うん、でまあ、それだったら駐車場に泊めて朝までいてもいいですよっていうことだったので、うん、お言葉に甘えまして、うん、はい、一泊させてもらって、はい、おはようございます。大変お世話になりました。大変お世話になりました。海津市医師会病院にお世話になっておりました。はい、はい、お世話になっておりました。今夜間救急にかかりまして、はい、で朝一で生産はね、はい、医療治療費の生産は朝からできるということなんで、うん、またもう一度窓口に行って生産手続きを済ませてきました。はい、それじゃあ出発します。はい、出発します。ありがとうございます。ありがとうございました。でその足で急いでナッツの一宮店に行きまして、はい、車を見てもらってと、うん、出ました、ナッツさん、うん、一宮店ですね。こちらですね。はい、よいしょ、よいしょ。でその時には体調は若干良くはなってきてたよね。そうだね、うん、熱はもう完全に下がってて、うん、ただまあ相変わらずちょっと咳とかはね出ていたっていう感じでした。呼吸が厳しくて、うん、でちょっと撮影できるような状況ではもうなかったね。うんうん、でまあそれで今度は車の様子を見てもらったんですけど、うん、ざっと見てもらったところだと、うん、車を動かす部分っていうのかな、走る部分っていうのは全く大丈夫ですと、うん、はい、なので走らせてもこのままで走らせても全然大丈夫と、うん、で車の下層部分外側ですね、部品が壁か、まあ壁というかね、うん、それがガクンと落ちたのは応急処置で直してもらって、うん、しっかりつけてもらったので、うん、まあ、パーツが落ちることはないですと、うん、あと一番ひどかったのがちょうど車の横の出っ張った部分、うん、車のちょっと幅が広くなってる部分が、うん、あそこなんか FRP かなんかの素材でできてるところなんですけども、うん、そこが一番激しくぶつかってて穴開いちゃってるということで、うん、でもうこれはもうどうしようもないと、うん、修理のしようがないというところなのでパテで穴埋めときましたということで、うん、今もそうなんですけどパテで埋めてあるだけの状態になっております。はい、まあ、回復もしてフィールドスタイル行って、うん、キャンピングカーバケーション和歌山に参加して、はい、でその後ふもとっぱらの方にキャンプをしに行って、うん、それでまた名古屋に戻ってフェリーで、11月下旬に、はい、北海道に帰ってきたという状況でございます。はい、でじゃあ、現状どうかっていうお話ですね。うん、あとフェリーでね苫小牧港に帰ってきた時に、うん、ナッツ札幌店の方には寄らせていただいて車も見てもらって、で、今後のまあ予定は立てられないけども見込みみたいのはちょっと話は聞いてきているところです。はい、まあ、年内の修理はちょっと部品とかの問題もあって不可能と、うん、で年明け、まあ、1月か2月なのか、まあ、年明けねまた札幌の方に車を持って行って、修理を行うと、はい、でそのパーツやなんかも用意今から取り寄せをしたりとか、あと板金の修理も必要になってくるので、まあ、その手配とかも今してもらってて、で一度修理に出した後どのぐらい時間がかかりますかって聞いたところだと、うん、まあ1週間2週間とか
一応考えとかなきゃいけないのかなっていう感じでは聞いているんですけど、そうですね、まあ、うん、あの状況をちょっと見てみないと、うん、何とも期間については言えないというお話でした、うん、はい、まあ、現状そんな感じなんですけどね、うん、でまあ、修理出すまでの間はこの現状の車で、まあ、撮影とかもね、 YouTube の撮影もできるし車としても使える状態で、問題は修理出してる間ね、うん、あの動画も含めどうしようかなっていうところは今からちょっと考えとかなきゃなっていうのは、はい、そういう段階なんですけど、まあ、具体的にどうしようかっていうのはまだ全然、うん、あのまあ、日にちも分かんないのでね、うん、あの分かってないんですけども、まあ、ただあの、うん、修理に出す時も十勝から札幌に行かなければいけないので、うん、やっぱり片道が3時間以上4時間近く、あの下道だったら、まあ、うん、冬なので4時間以上は絶対見とかない、うん、まあ、5時間ぐらい見とくのかな、うん、だからそれくらいかけていって修理出して、まあ、うん、その時の ね、うん、あの車とかもどうしようとかいろいろあるんですけど、まだ決まっていない状態です、ね、うん、まあ、その日の天気にもよるんで、うん、あの何とも言えないし、冬道の多分一番冬の厳しい時期に下道だったら峠越えをしなきゃいけない、うん、で、高速だとしたらね、うん、高速もね大丈夫かなっていう感じがちょっと怖いんだよね、うん、周りの車速いの でうちの車もあの全然スピードを出せないので、うん、あのちょっと怖いんだよね、うん、特に冬だとね迷ってるところではございます、まあ、これがあの事故からね、現状現在までの状況でございます、はい、でね、まあ、あの、うん、私の方からねこういう事故でしたっていう話を踏まえてね、こうまたもう一度こう、うん、衝突のシーンとか、うん、あの見てもらうと、あのあこういうことだったのかっていうのがなんとなくね分かってもらえるかなと思います、うん、はい、一番ねあのこう助けられたっていうのかな、うん、がですね、あの、まあ、動画前回の動画見てもらった方分かってるとは思うんですけども、はい、あの実はバントルーさんという、うん、あの会社からですね、うん、あのドライブレコーダーの案件のお話いただいてまして、はい、でこの車その動画でも話したんですけど、うん、あのこの車を、ね、買うときにドラレコなんかつけたオプションで付けたつもりでいたんだけど実は付いてなかったというのもあって、それに気づいてどうしようって言ってた時にこの案件いただいて、それで遠征にねあの出発する前に取り付けはしたんだけども SD カードがなくて検証が動くかどうかの検証も撮影もできなくて、で現地に着いてから SD カードをゲットして、それでよし撮影するぞって言ったその日に交通事故に遭いました。そうなんです。すごいタイミングだったんです。すごいタイミングで、うん、だから本当なんかね、あのやらせなんじゃないかと思った方はいるかとは思うんですけど、うん、これ本当に偶然でした。はい、で、まあ、おかげさまでですね、まあ、警察の方にも見ていただけたっていうのもあって、うん、ちゃんと証拠として事故の証拠として残せたっていうのもあってですね、本当にあの、うん、バントゥルーさんにはあの感謝しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとやっぱりあの怪我をねどれぐらいされてるかわからないですけど、うん、その方もいらっしゃるので、うん、あのその方のね一日もね、うん、早いあの回復を祈っております。ね、うん、ります。あともしかしたらね、あの加害者の方もあの、うん、走り回ってはいたんですけど、うん、後からね首が痛くなったりとかしてるかもしれないんですよね。そうですね。なので、まあ、ちょっとそちらの方の情報もないんですけども、うん、海津市医師会病院の方々にも、はい、ああそうですね、大変お世話になりましたということを当日ですね、直接事故とは関係ないんですけど、はい、もうバタバタしてるところ の、うん、あの体調不良だったんで、はい、本当大変だったんですけども、おかげさまでね、はい、本当に助かりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとまあその時もね、うん、あのタカさんが一番大変だったと思うんですけど、まあ、さっきも話したようにこの事故の後にフィールドスタイルだとかあとキャンピングカーバケーションの方に参加するっていうこともあったので、うん、でそちらの関係されてる方にちょっと迷惑かけちゃいけないということで、うん、一応速報としてこういうことがちょっと現状あったっていうことは、うん、事故後にね、うん、一部の方にはお話を、はい、急遽ね、うん、急がなきゃいけない方だけにはちょっとお話を先にさせていただいたんですけども、はい、うん、まあ、その時にもすごくね迷惑かけてしまったし、あと温かいお言葉もいただきまして、うん、はい、
まあね、YouTuber の方々とかそれ以外の方もいろいろいらっしゃったんですけども、うん、DM とかもねいただいてですね、はい、あのとてもあの心強かったしね、はい、あの感謝しております、はい、ありがとうございます、 それからねあの前回ちょっと不安になるような動画を上げてしまったということで、うん、はい、あのこのチャンネルを見ていただいている方々にもですね、うん、あのちょっと心配かけちゃったかなっていう、そうですね、で、はい、あの報告を先にするか、うん、あの案件動画を先にするかっていうことも、うん、そこからちょっと悩んだところもあったんですけども、ね、はい、ちょっといろんな事情があってこういう順番にこうさせていただいたところもございます、はい、でもう皆さん方にもあの、ね、温かいコメントなりいただきましてですね、はい、あの本当に感謝しております、はい、ありがとうございます。あとあの前回 その事故の動画も本当にあの詳細を本当は上げたくはなかったんですよ、あの、うん、ぶつかっているところも、うん、あのやっぱり関わっている方がいらっしゃるので、うん、あの本当は上げたくなかったんですが、やっぱりあの、自分たちのこの、起こった事故っていうのが、うん、当然皆さんにもあり得ることですし、うん、あとドライブレコーダーのね本当に大切さみたいのもあの出すことによってより伝われ、そうですね、うん、あのより伝わるのではないかとあの真剣にあのかあの相談をね、うん、いろんな方にもちょっとさせていただいて、うん、それでちゃんと作ればきっと伝わるっていうことで、うん、あの皆さんからあのアドバイスもいただいたので、うん、それを踏まえて、うん、もう2週間ぐらいかけてね、編集だけで、ね、うん、あの2人で何回も何回も見直して、うん、作り上げました。不快に思った方もいらっしゃるかもしれないですし、ちょっと悲しい思いをしてしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、本当に、気持ちとしては、うん、そういった思いをさせたかったわけではなくて、本当に大切さっていうのをあのドライブレコーダーの、ね、うん、そうだね、はい、うん、大切さっていうのを伝えたかったっていう、うん、それが一番です。そうだね、で、まあ、事故後の対応についてもね、はい、あのまあ、私2人でね、はい、当たってましたけども、うん、それがあの、まあ、正しいのかどうかっていうのもね、うん、あのその時、まあ、事故に遭われたことのある人は、うん、みんな分かると思うんですけども、皆さん分かると思うんですけど、やっぱりね慌てますよ。そうですね、なんか思いがあの、うん、なんとかな行動が至ってなかったりとかいろいろ、まあ、あるかとも思うんですけど、うん、あのそういうねあの参考になればっていうことで、うん、残すことにしました、はい、まあ、そういったことを検討とかあの編集も含めもあってですね、うん、これだけのちょっと、まあ、事故からね1ヶ月以上空いてしまって、ね、はい、今撮影しているっていうことなんで、まあ、これは、はい、この動画がまたアップされる頃にもうちょっと遅くなるので、まあ、1ヶ月半以上になっちゃうのかな、うんうん、まあ、そういった事情もあり、うん、あのこういった形の動画をアップさせていただくことになりました、はい、まあね、こういったあの事故も、ね、なくなってほしいし、うん、あのキャンピングカーだと幅がちょっと広いの で、 そうですね、あの逃げ切れないっていうところもあるので、うん、あの気をつけなきゃいけないよっていうところもね、はい、なんか見ていてお分かりいただけたんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、はい、うん、でね、また車がね、うん、あの修理に出す時だとか、そうですね、戻ってきた時やなんかもね、うん、完全に治ってね戻ってきた時やなんかも動画にできたらいいなと、うん、はい、その後の報告ということもね、そうですね、前できたらいいなって思っております、うん、はい、はい、まあ、多分、一番ショックだったのはタカさんで、うん、あの納車後そうだね納車半年ちょっとだったね、そうです、うん、ごめんまた、うん、いや、でもあのさっきねあの、うん、はい、はい、まあ、僕はねショックだったんじゃないか、すいません、ショックだったんじゃないかって言ってましたけど、それ以上にね、事故をね助手席で目の当たりにしてて、結構ねあのトラウマ的なところもなってて、でそれをねまたあの動画を編集するのに何回も見直してで作ってるわけなんですけど、やっぱりその気持ち的にもその時のね恐怖とかも戻ってくるんだよね。ちょっとねあの精神的にも結構厳しかったと思うんですよ、はい、うん、
まあそんなねこともあり、こうやって撮らせていただいているところではございます。事故の時にね本当にたまたま、うん、あの自衛隊の方たちがちょっとね後ろの方にいらっしゃってて、で何人もの方が、うん、あの隊員さんが、出てきてくださって、うん、それで後続のね、横転されてしまった方の救助に当たっていただいたり、うん、あと交通整備もね、そうだね、警察の方車での間、はい、そっちの安全もね、そうです、確保してもらってすごく安心しました、うん、本当にありがたかったです。あとまあそれ以外の方もねちょっとなんか出てきてくださった方もちょっと後で、うん、動画ドライブレコーダーの映像を見てみたら、うん、今ちょっと出せないですけど、うん、見てみたらやっぱり出てきてくださってる方もいらっしゃったみたいだったので、うん、いろんな方がね、うん、その救助に当たられていたんだなっていうのが改めて確認できました。はい、それで、ね、自衛隊の方々すごい統率が取れていて、はい、やっぱりねすごかったです。そうですね、うん、なんかちょっと私がこう手伝いに入りたかったんだけど、それしない方がいいなっていうぐらいきっちりされてたので、はい、素人の私が入れないぐらいでしたね、うん、素晴らしい動きをされておりまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あとタカさんがねこういう、こういう流れ的なことが、うん、すごく迅速にできてたのがやっぱり前職の仕事も関係してたのかなって思いまして、うん、それもあって私は警察 と、保険会社さんの方に電話したんですけど、タカさんはその間ずっと動き回ってその加害者の方とお話ししたりっていうのを全部やってくれてたので、それもね心強かったなと思いました、うん、まあ、もちろん交通事故とか保険会社とかで勤めてたわけではないので、うん、まあ、素人といえば素人なんですけど、まあ、なんか前職の仕事上ね交通事故 の、 処理に関するものとかそういった資料とか目にすることも多々あったので、うん、どういうことしなければいけないのかなっていうことはなんとなくは頭では分かってたので、うん、あとはもう動けるかどうかっていう話なんですけど、はい、でも実際にはなかなか動くのは難しいっていうのも、うん、自分でも痛感しましたし、全然至らなかったところも多いので、まあ反省なんですけどね、まあでもとりあえず生きてね、はい、帰ってこれたっていうのも、で皆さんの助けがあってね、うん、はい、まあ無事に撮影も普通にねこう滞りなくして戻ってこれたっていうのもね、はい、そうですね、ありましたんで、楽しく過ごせたもんね。そうですね、その後ね、その、はい、うん、皆さんのいろんな方とお会いして ね、 ね、はい、元気もいただいて、うん、はい、そうですね、お伝えしてなかった方もいっぱいいたと思うので、うん、後からこの動画を見てそんなことがあったんだって、うん、驚かれた方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、はい、その間私たちは本当に何て言うんでしょうね、心配かけないように笑ってたっていうよりも本当に楽しく過ごさせてもらったっていうのが、忘れさせてくれるぐらい楽しく、ね、はい、過ごすことができたっていうのがね、はい、うん、だあれがね、うん、自宅で過ごしてたってなったら毎日悶々とした気分でいたと思います。そうですね、うん、本当にそれも助けていただいたなと思いました、うん、いろんな人に出会ってね、うん、いろんな人とお話ししていくうちになんかこう精神的にもね、うん、落ち着いてきたっていうところがかなりありました、はい、はい、そうです、うん、というところでしょうかね、はい、うん、ありがとうございます、はい、で、はい、まあ、最後にですね、まあ、このチョピコ北の暮らしチャンネルっていう YouTube チャンネルなんですけど、はい、2人でねよく話してるのはネガティブなことはしない、うん、言わない、うんうん、楽しくいこうっていうことを、はい、まあ、モットーにというかね、うん、そんな感じで、やってきたんですけど、はい、ここに来てね、うん、初めてネガティブな内容 の、 ね、動画ということで、うん、まあ、そこも悩みの一つではあったんですけども、うん、ね、楽しい動画をこう楽しみにされてた方、大変申し訳ございませんでした、はい、すいません、申し訳ありません、ね、これからはね、うん、どんどん楽しい内容で ね、 そうですね、はい、やっていきたいと思います。私たち日本一周の旅を、うん、今年から
2023年から始めているんですけど、うん、やっぱりこういう車のね修理とか、うん、いろいろ数ヶ月きっとかかると思いますので、うん、冬の間は、北海道の、うん、大自然の中のね雪の様子を皆さんにお届けできたらなっていうふうに考えているので、うん、またね春になってからまた道外旅、日本一周の旅を再開したいなという計画ではあります。はい、季節が良くなって ね、はい、車も治って季節も良くなって、うん、よし行けるぞっていう状況になったら満を持して、はい、また道外旅に、そうですね、本州の方に向かいたいなとは思っております、はい、思ってます、うん、で、はい、まあ、その北海道にいる時間ね、うん、ここも大事にしていきたいなと思ってますので、はい、そうです、うん、はい、面白い動画ね北海道で、うん、撮っていこうと思います、はい、今日ねちょっと泣いちゃいましたけど、ちょっとすいません次回からはね、はい、笑ってると思います、はい、でこいつは笑ってるけどね、はい、そうですでまたこの後は、うん、一応まだね道外旅の前回の行ってきたところの、うん、一部残ってる、うん、動画もありますので、そうですね、いっぱい撮ってきてるんで、はい、そうです、こちらもね、そちらも楽しんでいただけたらと、はい、はい、そう思いますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまた次回以降もですね、はい、動画楽しみにしていただけたらと思います、はい、じゃあ今日のね、はい、報告動画についてはここまでということで、はいはい、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。ご心配おかけいたしました。お届けしました。ではまた、はい、また次回の動画でお会いしましょう、はい、お会いしましょう。